何する？何していこう？わからへん。待って、これラーメン、何やろ、うん、野菜ラーメン、味玉、チャーシュー麺。ラーメンするか？ラーメンで。小？こっちまで？これしときな。これもや。鉄板チャーハン。鉄板チャーハン。これ日替わりや。あ、そうか。なるほど。いつももうじゃとは？ないの。鉄板チャーハンしようか。そう。うん。なんだろうか。ラーメン、横綱行きました。卵先、これ。入れた。先、ぶっかけえな。混ぜて、ちゃーんと周りに。また上手なかけ方やな、これ。上手なかけ方、シャールおばあちゃん。もうそれ混ぜて食ったらいい。混ぜて。でも全部混ぜよ。おばあちゃん、一人でこの量食べちゃうよ、これ。え、食べよう、参考なんで。おばあちゃん、食べよう。おいしいでは。おいしいですよ。おちゃんとね、おちゃん置いとったらね、毎日おばあちゃん来てるから。でもね。うん、食べよ。横綱ラーメン美味しい。どうや？うん、美味しいよ。横綱ラーメン美味しいや。あとな。横綱鉄板チャーハン一番うまいもんな、これ。まあ、美味しいかもしれない。卵曲がってるか、これ。おろってほかってんだよ。これ普通の味って言ってんの。ラーメン、うん、ラーメン食べるな。ラーメン食べか。うちで食べる。どうやな、ほんで。何や？あっ、ね、これはおいしいね。メンバーおいしいよ。ね、メンバーまっさやわ。うん、久々や、横綱久々やろ。うん、だわってこっちやろ。え？1年、うん、これでもなんで、うん、おまっさいわ。歯がないからあんまり食えへんけどな。歯がない分、うまいこと食えへんけどな。うまいの。さっきさ、前よう来てたけどな。食べてけ。うまいの。どううまいんやって聞いてんや。どううまいんやって聞いてんの、これはな。うん。え？うわ、ダチが美味しい。ダチだな。うまいこと言うてからに。あのチャーハン持ってきてくれへん。鉄板チャーハン、ぎょうさんあんな、これ。え？本当に持ってくれへん？え？頼んだ。向こうも早く持ってますね。もう。1個頼む忘れた。買わなかったか。うん、まあ、あれやな。ほら。あ、どうぞ。もうすぐ持ちないわ。85歳のおばあちゃんが、この量はすごいね。すごい量やね。ペロッと食うもんな、多分な、これ。これ。ラーメンショーやな、これ。うまい？卵混ざってる。チャーハンどうやって、どうやな、これチャーハン。美味しい。うまーい。うまい。ショーやし、ちょうどやろ、あんまお、これもう一回ええぐらいの大さやろ。歯がないからあんまり上手に食えません、うん、いればなしです。メンマ噛めません。
麺食や、ガーッと麺食や。やっぱり土曜日やっぱ多いわな。そうな、土曜日の本でラーメンうまいろ、うん、これいろいろとね、チャーシューやらいっぱいあるけど、やっぱりこれが一番うまいかな、普通のラーメン。比較的あれやな、違うラーメン屋と比べても、これなんか見てるじゃん、横綱安いしな、やっぱり。横綱来た。うん。今日の子だけでいいの。え？歯がないけど頑張って食べてます。うん。ははははは。これな。え？うん。今日はね、ちょっとママさんが仕事やからいいんけど、久々の二人の二人でご飯やな、昼飯。久々の昼飯、がっつり頬張ってんな、がっつり。ガバッと食い、ガバッと。歯がないけど完全す。歯はないけどね、頑張って食べてるよ。ほら、ほら、いった。結構量あるもんな、こうやってやっぱチャーハン。結構量あるもんな。そうだね。まあ、ゆっくり食い。おいしいわ。鉄板チャーハンが多いわ、量かな。ね、ラーメン、しょうぐらいでちょうどええの。ん、正午やで、ちょうどや、うん、でもいいじゃん、ご飯ご飯が、毎日来てたんちゃうんかいな。ん、うん、毎日来ててんの。来てへんじゃない。じゃあ父さんの時毎日来てんの。おいで、え、うん、ちゃうんか。いや、ラーメンだけ食うてたん、うん、これはチャーハン食うてんの。ラーメンだけ、うん、これだけの量一人で食うて最強おばあちゃん。ドーン、ほぼ完食やね、すごい。チャーハンもうこれもうちょっと食べん、チャーハン。残りで、もう一緒やろ、残りはね、うん、うん、うん、はい、ごちそうさん、最後の一言、ごちそうさん、ごちそうさん、ではね。